の遅い時間なのにありがとうございます。今日はもう一周もしなくていいよ。ありがとう。はい、ということで、もう先ほど今日は、一期生さんのお披露目60年記念のニコ生さんの特別配信がありましたね。私もずっと見てました今日。はい、そこで発表があったんですけど、10月30日土曜日にときメッセで、お昼 NGT48 単独コンサートで、夜ゆかさんの荻野ゆかさんの卒業コンサートが行われることが決定いたしました。まずは本当にね、ここまで いつも応援してくださってる皆さん本当にありがとうございます。いや、もう皆さんの応援のおかげですからね、これは本当に、うん、ありがとうございます。いや、びっくりした。びっくりしたよね、みんなも、うん、はあ、すごい、私も配信見ながらもう大興奮でした。はい、本当にありがとうございます、ね、いつも応援してくださってる皆さんありがとうございます。はい、私はですね、2018年の NGT48 のときメッセでの、はい、あの単独コンサートに一ファンとして、はい、見に行かせていただいたんですよ。まだ加入してなかった時ですね、 NGT に。ちょうどオーディション期間中だったんですけど、にときメッセで、はい、あのコンサートを見させていただいて、そこで先輩方をね、こう客席から見ていたんですけどね、ついにそんな私が時を超えてついにね、単独でときメッセに立たせていただくということで、はい、いや、ね、今度はステージ側に行ける。いや、もう夢みたいです本当に、うん、すごい嬉しいです。嬉しい、うん、いや本当に夢みたいですね。ね、2020年かの1月に、はい、TDC さんで単独、うん、NGT の単独コンサートがあったんですけど、そこでは選抜メンバーに入ることができなくて、でコンサートに出ることはできなかったんですけど、はい、うん、ちょっとまだ出演メンバーも発表されてないから何とも言えないんですけど、いや、それでもね、ついに、はい、私もときメッセのステージに立たせていただけるのかな。立たせていただけるといいな、本当に。はい、うん、そうね、あのドラフト、ドラさんはあれだよね、ちょうどそのときメッセの単独コンサートに出てて、そう、私も見たんですけど、うん、はい、ということでね、今は、まあ、こういう、うん、状況もあって、なかなかね、ファンの方にパフォーマンス、うん、する姿を見せることができなかったので、で、うん、そう、だからこそね、ね、新潟にきっと来られない方もいらっしゃると思うんですよ。そう、なので、うん、来られない方も来てくださる方にも
もう全世界の方に、ね、あのパワーを届けられるように、はい、パフォーマンスさせていただきたいです、ね、うん、いやそしてねもうあと1ヶ月ちょっとあと2ヶ月あと1ヶ月ちょっとっていうのがもうびっくりしてます。えもうすぐじゃないですかっていうそうあのびっくりしました。あららら、あともうちょっとですよね。うん、もう9月入っちゃったので10月30日ということでもうすぐなんですよね本当に。いやはい、もう2ヶ月ないので、うん、きっと本当にあっという間に来ると思うのでね。いやこの、うん、2ヶ月弱はあの死ぬ気で行きますいや本当に忙しくなりますねおそらく、うん、9月10月はあのそうですね、総取りさんもありますし、あのリュートピアさんでのイベントもありましたり、はい、ありがたいことにねたくさんこうイベントに出演させていただきますので、はい、あのそうね、ちょっと忙しくなるのがすごく嬉しいんですけど、あの本当に体調に気をつけて、自分自身ね本当に体調に気をつけて頑張りたいと思います。はい、そうね、公演もたくさん出たいですし、あとおしゃべり会、おしゃべり会また完売が出たみたいです。 ありがとうございます、嬉しい。もうね、こんなイベントの直後にもかかわらずね、また来月皆さんに会えるみたいで、もう私はハッピーです、嬉しい。これで10月分は何部完売したのかな。いやいや嬉しいね、もうみんなもっともっとカモン、みんな来てください、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。うんねいつが10月のいつが完売なのか、10月あの平日の方も完売したみたいですね。本当にありがとうございます、もうみんなのおかげですよ本当に。3つも全部で3つ、うわありがとうございます。あレインボースターありがとう、そうありがとうございます。行ってもちろん皆さん来てくださいね。3日程とも最終部が、あもうみんな最終、みんな最後の部ね来てくれるのね、嬉しい。やったね、すごいね、3つもだって初めてでも、いやもちろん大丈夫ですよ、もうね本当に大歓迎ですよ私のファンの皆様、うん、嬉しいよ、みんな初めましての方は嬉しいよね、大喜びで、もチャットルーム大盛り上がりだよ、初めてだって、うわーってなるようん、みんな大好き最終部みんな最終部、そうだね、私も最終部ちょっと寂しいけどね、もう終わっちゃうのって、うん、そうそうそう、チャットルームがね盛り上がってるよっていう話をよく聞くんですよ。もう何話してるの、私にも教えてようん、前回と合わせて33部完売、わーありがとうございます、嬉しい。決済もそもそもありがとうななみちゃん久しぶり、あーありがとうございます、コメント、うん、嬉しい。いやあとねちょっと多分ななみ推しのみんなはなんか最近気づいてると思うんだけど、なんかね女の子でなんか最近気になってますって言ってくださる方も増えていて、もうななみん推し大喜びでしょ正直うんみたいで、
嬉しいよね。私も嬉しいけど、そうファンの皆さんも嬉しいと思う。いやびっくりしてるよ私本当に。女の子、女の子って、そうもう恥ずかしいよね、恥ずかしい。うん、恥ずかしいけど、でもねもう男性女性、いやもう皆さんにこう気になってもらえているのはすごく嬉しいです。はい、そうだからそれもきっとね、ななみん推しの皆様のおかげです。はい、嬉しいよね本当に嬉しい。うん、ねえ、だからななみん推しの皆さんはもう女の子に女の子に優しく優しく迎え合ってあげてください。はい、ちょ私もびっくりしてます正直。女の子って、そうそう。うん、ね、ななみ推しみんなでね、うん、ちょっと平和なねチームを作っていきましょう。うん、はい、そして明日はお楽しみの山国公演です。明日ね久しぶりに公演なのでめちゃめちゃ嬉しい。でも明日ね1公演しかないんですけど、うん、そうそうそう、明日はサラの生誕祭ということで、いや嬉しいですね、生誕祭に呼んでもらいました。はい、もう全力でパフォーマンスしてきます、ね、今さっきまで DMM 見てちょっとパフォーマンス の反省会してました。いや気合入りますね。うん、明日はさらに髪型決めてもらおうかな。私の髪型どうしようって、うん、そうしかも明日ねまたまたちっちゃいもんクラブのみんなと一緒ということで嬉しい。また私がちょっと出演オファー行ってこなきゃ。てて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 、てれれ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 れ。僕のことなんか嫌いなんだ。ちょっとすごい髪型言われたらどうする。あ、ちょっとそれはやめます。水色ななみん、ちょっと水色で行こうかな私は、うん、そうなんですよ、いろんなメンバーの生誕祭に立ち会えていてすごく幸せですね。まあ3公演出演させていただいていますからすごく嬉しい、うん、ね、さらに高めついお願いする、絶対にやめてください。高めツインは絶対にできない私。やめて。やめて、うん、サメカツ、あそうだね、12日にサメカツナもありますし、はい、楽しみです。なんか今日11時から配信しますって言ったんですけど、イベントの名残でなんかまだもう秒刻みで58 59 60、あ11時になった配信開始っていうのがまだちょっとね、なんかそういう気持ちがまだ残ってる私、
サメカツの行くの半年ぶり以上、えー嬉しい、半年、めちゃめちゃ久しぶり、わあ楽しみましょう、嬉しい、そう、あしかも早かったんだ早かったんかーいって、うん、フライングしたみたい、今日やばいじゃん、次のカウント時間ずれちゃう、うん、ねえ、でもイベントすごく楽しかったですね、本当に、うん、だからこうやってまったりお話しするのが久しぶりすぎて、あ、やべ、ごめん、はい、なので本当にね、応援ありがとうございました、改めて、うん、ね、ビスさんのイベントで1位にならせていただいて、来月、あ、今月は総踊りさんに出演させていただいたり、来月は、ね、あの新しく決まったあの4日のイベントとコンサートもあります、嬉しい嬉しい嬉しい、え、もうなんか今実感し始めた、コンサートやるんだって、嬉しい、本当に嬉しいです、うん、いや、リュートピアのイベントも楽しみですよね、はあ、本当に嬉しいです、改めてもう本当に9月10月は、うん、もうね、皆さんもっとさらに NGT のことを好きになってもらえるように私も頑張るので、これからも改めて応援よろしくお願いします、はい、ということで、じゃあ今日はちょっと短いんですけどこの辺で、はい、ショールーム終わらせていただきます、ありがとうございました、ちょっと短かったんですけど、明日公演なので明日に備えて早く寝ます、ありがとうございました、それじゃあまた明日、おやすみなさい、みんなありがとう、こんな遅い時間にありがとう、じゃあ久しぶりにあれやります、僕のコートなんだってコンタクトを外しました、そして次左、よし、コンタクト外れて、もうあとはお風呂に入って寝るだけ食べさせて、ありがとう、それじゃあまた配信するので来てください、おやすみなさい。